い、じゃあ今日の企画、はい、またカードを向いていきます。今回のカードこちら、ワンピースカードゲーム双璧の覇者。いいですね。ワンボックス、かっこいいですね。ワンボックスです。ワンパック6枚入り24パック、結構入ってんだよ24。なんかワンピースカードの方が今高騰してると、はいはいはい、ちょっと北九のメンバーの方から話がありました。そうなんですよ、そうなんですよ。ボックスちょっと手に入ったんで向いちゃってよってことでいただいてます。ありがとうございます。トップレア、トップレアね、調べた。トップレア、トップレア調べた、ね、ゾロの背景漫画、うん、いやこれめっちゃ8万買い取りで販売11万。やばいからね。じゃあ2位レベッカ、3位ヤマトね。分かった。じゃあゾロを当てましょう。ゾロ狙いましょう。はい、じゃあもう一回見ていきましょう。はい、よし、 OK、 いきまーす、はい、グラタン、ドド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 スン。あ、何もなかった。名言っすね。名言ですね。おお、ボルサキだ。渋。めちゃくちゃ渋いだ。いくよ。おお、モノスケだ。モノスケの SR スーパーレア、スペシャルレア。アイサーから、おー、おー、ペローナ、ペローナ、嫌いじゃねえ、嫌いじゃない、 SR あ、こいつ、うわ、ナチー、こいつ、いいキャラしちょってよ。知らん？ AK やん。AK？ いや、AK よりかっけえ。AK バカにすんな、AK よりかっけえんだから、こっちは。AK バカにすんな。かっけえ。おぉ。何もなかった。何てんてんちんな、どんな感じ発音してるねねじゃあそれで言うたらお前何もねえかったになる、何もねえかったみたいな。デゾーロはゴールドのやつか。ボン。おお。じゃあこの人。お。ジャッジだ。おやじさん来たね。SR、SR のジャッジ。おい、ジャッジ。ジャッジ。そっち調子悪い方じゃないと、まあいいよ。ブルック、なんか絵が違う、かわゆい、かわゆいブルック、はい、ジェルマ王国、そしていくぞ、バン、光すぎ、サンジだ、シークレットじゃない、シークレットやろ、ちょっと待って、やば、かっこいい、サンジ、そうへ、おろろろろ、これや、ちょっと見て見て、ちょっとどう？何位？20位ぐらいじゃない？宿なのに嘘。じゃあちょっとこっち、これはさ、どういう意味？赤と白見ていい？うん、よっ、おー、ベベンだ、ベベン、あ、お、
ほうれん、ちょっと待って、光ってないのよ結構無理や。あ、でも絵がちょっと違うね。ペロ、いい、歌出たリーダーカード L って書いてある。歌出た、リーダーカード。そんなこと言われたってしょうがないやねんか、カズケなり。まあということでね、今回ワンピースカード双璧の覇者、向いていきましたけど、まあ、サンジのシークレット、これやばいね。いや、これバカ光ってっからな、かっこいいマジで。でその他では言うと、この SR シリーズで、まあ個人的に好きなのはペローナスね。ペローナいいね、ペロリナスね。こっちの赤いやつはなんか大したことないっていうのがなんとなく今回で分かったんで、赤は大したことない。赤はね、でこの普通のレア R だもん、レア、ヨンジもおるし、タシギもオナミとかね、なんかいい感じで、リュウマ、リチジ、キク、ケイミ、ダウラス、バレット。なるほどなるほど、こんな感じですか。まあね、これとかも結構光ってるっす、金。めっちゃ光ってる、金って。これも R なんやけどね、なんかこうちょっと違うのよ。でこれがなんか名言とかそんなやつ、でこれだけドン、ベベン。これ光ってる、光ってんね。おお、いいんじゃないそれ。よう分からんけど、まあよう分からんけど、今回一番なんかテンション上がったのはこの3時のシークレット、ね、すごい、はあ、バカ光ってますけど、ね、すごい光っとったマジ、3D に見えてますけどね。かっこいいでした、ということで今回もまたトップレアは引けずと、はい、はあ、ということで、はい、また次回チャレンジしていきたいと思います、はい、お願いします、はい、釣り行きます、お願いします。